はい、どううもおはようございます、えー、今日は2月1日だって <laughs> 2月だって <laughs> というわけで、えー、先ほど流しましたプロモーションムービーは、えー、私どものね研究グループの、えー、とプロモーションムービーでございますも、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今日は2月1日で、えー、東北大学工学部応用数学 B がですね10時半より始まりますけれども15回 えー、終わります。<laughs> いやー、走り切りましたね。毎年毎年、あの大学教員というのはですね、まあ、大体約15回ぐらいですねあの、大学の講義をやるんですけれども、いやこの時期になるとですね、走り切ったなーっていう、ね、まだ終わってないんですけど、そんな気分で言いますけれどもね、えー、皆さんもね、ついてきていただきまして、ありがとうございます。YouTube ライブで、えー、授業をするというのはですね、いわゆるコロナの状況下になってから、 えー、かれこれ3、4年目ぐらいなんですかね、えー、結構、ね、長いことやっておりますけれどもで、まあね、コロナが明けたんだか終わったんだかよくわからない状況ですけど最近はインフルエンザが、ね、流行っておりますから、ご注意いただきたいんですけれども、まあ、それでも、ね、オンラインでやり続けるということを決めて、えー、ここまで走ってまいりまして、ねえー、この2023年度に関しては15回目ということで、今日で、えー、この、ね、学部の講義もそうですし、えー、大学院の講義。 そして、えー、学部3年生向けの講義もね3個もやってたのよ15回もすごいね 3×15 で45よ当たり前のこと言ってるんですけど45個アーカイブの動画が出てるっていうこれね復習する人からしたら大変よね でもあれですよ、もう常日頃、えー、勉強しようとかね、何かを始めようという時にはですね、えー、常に皆さんのそばにいるという、えー、気持ちでですね、アーカイブ動画残しておきますので、でそして僕らずっと走り続けますので、えー、これからもですね、末長く、えー、追いかけていただければと思います。 えー、なんか最後の挨拶っぽくなって、最初のオープニングっぽくないんですけれどもね。はい。おはようございますでございます。えー、今日もですね、YouTube の、えー、チャット欄にね、えー、たくさんのコメントいただきまして、ありがとうございます。えー、おはようございます。えー、ルルさんおはようございます。おアグリス・チさんもおはようございますでね、多分ほとんど聞けないけど、顔出ししますって、ありがとうございます。あの多分ね、平日なんで、普通に。平日なんでお仕事皆さんある中とか、えーね、ほの大学、大学院でね、 授業講義とか受けながらとか、えー、いろんな、ね、立場立ち位置あると思うんですけれどもそんな中でもね片耳を <laughs> 例えばイヤホンつけたりとか、えー、堂々とスピーカーでバーって駄菓子してる場合もあるかもしれないですけれども、えー、応援していただきましてありがとうございますアキ、えー、さんこんにちはハバード・ストラトのビッチ変換っていうね、えー、応用数学 B ではまあそこまで扱わないんですけれども、えー、今日はですねハバストやりまくるよ大学院の講義と学部3年生の講義でねハバスト祭りでございますんで えー、ハバストファンの皆さん、ね、ハバとストスとどっち派か、えー、タケのコか、キノコか、どっち派か戦争がありますけどね、私はハバ派、私はスト派っていうのがね、まあ、ハバ派っていうとうちの研究室の場合には特定の大学院生になるんですけれども、まあ、ハバ派か、スト派か、えーね、皆さんはどちらでしょうか。はい、というわけで、ハバスト、きょうね、そののを扱っていきますけれどもね、はい今日のメインテーマでございます。 アキさんがハバスト変換されたら何になるんだろうって、何かになるでしょうって感じで、えー、YouTube チャットでもね、いつも通りですね、こういうふうにやり取りしていただきまして、暖かな雰囲気で授業させていただくのが、あの、私も幸せだなと思っておりますので、えー、今後ともよろしくお願いします。おハバストございます。うまいね。<laughs> おいしゅうございますみたいな感じで、おハバストございます。ちょっと上品な感じで。もうね、なんかこの YouTube チャンネルね、見ていただいている方にとってはね、もう当たり前のようにハバスト、ハバスト言ってますけれども、 通じないですからね。<laughs> 僕とか椛島先生とかそこら辺界隈ぐらいしかハバストって言ってああって通じませんからねあの。道端で歩いててハバストって言ったら何のことってなりますんでご注意くださいね、はい。うさぎにハバストするとどうなるんでしょうね。そ、えー、っか、アさん魔術師だから塾をかけるのあ。そう あの魔術師っていうね、アキさんね、属性ありましたよね、職業ね。あ、北海道さんもおハーサルでございます。よろしくお願いします。えー、そうですね、始まる前からアキさん盛り上がってまいりました。ありがとうございます。お、山田くんも早いですね。おはようございます。えー、北海道産ポテト会っていう感じでおはようございます。<laughs> はい。チャット欄見て、大関先生、焦るかなよくわかってるね。あのね、僕が出るタイミングって、確かにそうなんですよ。チャット欄がどれだけ埋まるかっていうスピードを見てるんですよ。で、 待ちきれないね、ごめんごめんっていう感じで出てるっていうのは事実なんで、秋さんのおっしゃる通りですね、チャット欄が埋まるその様子を見てですね、あの、まあ、早く、やらなきゃ早くやらなきゃってって、えー、今日もですね、オープニング動画を作ったのは、えー、10時17分でございまして、ギリギリセーフっていう感じですね。はい、えー。山田さんおはようございます。デ、え、ィ、ー、プライムさん、皆さんおはようございます。ね、ます、あ、学長推しでございますね。えー、朝から派閥と撃たれる中、ミサイルみたいなピューンって飛んでますからね、いよいよ最終回でございます。はい。 えー、ディープライム、でございます。かぐりしんぷくさん、おはようございますルーってことでね、えー、こんな感じでやりとりが進んでるのが、うちの我がチ YouTube チャンネルのですね、良いところでございます。はい。えー、公式まぐりの皆さん、お疲れ様です。え、ね、公式まぐりってね、あの、ちなみにあれですよ、えっと、先週かな先週の金曜日に、で、あの、毎週金曜日、えっと、ケンイチの部屋っていう東北大学の広報のですね、あの、ラジオポッドキャスト、 というのに、あの、私、出演させていただきまして、第1回、第2回、第3回の配信が先週までで行われまして、その先週の、ポッドキャストではですね、まあ、大体、あの、研究の話するんですよ。量子コンピューターの研究、ますよね。尾関先生、どうぞーみたいな感じで。で、その、<laughs> まあ、研究内容もそうなんですけども、だんだん喋ってるうちに関係ない話にどんどん飛ぶのはいつも通りって感じけど、それでね、第3回はですね、ありがとうございます。聞いていただきまして、ありがとうございます。あの、 YouTube チャンネルについいてて語らせたただきましたあのどんな理由でどんな思いでどんな気持ちでどんな考えで YouTube チャンネルを始めたかっていうですねまあ皆さんもしかしたら知ってるかもしれないですけどある種その誕生秘話みたいな、えー、コロナだったからオンライン授業しなきゃいけないよねし,した方がいいよねっていうまあ状況だったのでするってのもそうなんですけど、まあ、実はあれは東北大学のです、ねまあ、ポリシー の一つである文庫開放っていうね考えから始まっていて、えーまあ、全国、うん、全国民に向けて、えー、学びの場を提供するっていうのは私たち公共財としての国立大学の使命であるっていうね、えー、大野総長がですね私の前でですねあのディスカッションした時がありましてなるほどっていうふうに感銘を受けた覚えがありますでそのために使えるツールっていう候補が、まあ、コロナの前ですよ コロナの前からオンラインでやる事業であろうっていう話はあったんですよ。で、それを、えー、実現する、まあ、なんでしょう、チャンスというか、あタイミングみたいなのが、まあね、あ,のある種、ああいう非常に社会的に混乱を招きましたけれども、トリガーになって、で、僕もそれでね、準備して始めて、えー、ここまで、2023、2024年になってもですね、続けもちろんあの、ね、いろんなご事情ありますので、えー、病気以外もね、 えー、例えばが大学もそうですけれども、ね、塾とか、ね、学校とかにも、ね、行きづらかったっ、ね、いわゆる不登校とか言われたりしますけれども、そういう方々にもですね実はチャンスがあるってあの、ずっと昔に言ったかもしれないですけど、あの塾の、えー、と生徒さんで、えーとーまあね学校、中学校とかの生徒さんでもあるんですけど、不登校の子が知り合い捨でにいましたでその子がコロナの期、まあ、不登校だったので、そのまままあね、あの 学校行かなないいいいっっててう、やっぱり続いてたらしんんですよ。なんだけど、オンライン授業が始まるぞと。でオンライン授業をやってるよっていうお知らせがまあ行くわけですけどその子がそじゃあオンラインで授業を受けられるんだったら私も参加できるかもって勇気を出して一歩を踏み出す力っていうのがオンラインだと今までとは違う人たちに対して。 解くんだなっていう学びもありまして、まあ、そういうのもね理事細かい理由としてはあって今ファイルでやっているというわけでございます秋さんとか解禁賞確かにあこれ出席取るか <laughs> 公式潜りで出席取るか、まあ、それで言うたらそうですねあの秋さんは解禁賞だったんじゃないかなと思いますね山田くん一回欠席したっけ <laughs> みたいなね、えー、会話も成り立つかなと思います はい北海道さん来年も頼むで来年は大変だよ。来年度、えー、2024年はあ4月から新規開講科目2つあるんですよ。応用数学 A っていうのを毎年やってましたけれども、えー、もう一つ、えー、公式に決まりました、えー。増えます。量子力学 B。これはね来年度4月私担当することになったらしいです。 えー、本当は量子力学 A っていうのを担当しませんかっていうお,たあのお問い合わせがあ学科から来ましてああなるほどなるほどっつってまあそれであれば私あのやりましょうかっていう話をさせていただいてでどんなそのまあ僕はその電気情報物理工学科所属なんですけど、えーまあ、情報コースとか行ったりします。 この情報コース向け学生さんに量子力学の講義を開講しましょうっていう話はずっとあったんですよ。でまあ、もちろん、実は今も開講されてるんですけど、まあ、英語でやらなきゃいけないとか、ちょっと変わった講義スタイルだったので、もうちょっと広くあの受けやすい状況にできないかねっていうディスカッションはあったんですね。でそしたら、ちょっといいタイミングで、えー、とその量子力学 A を、えー、と新規開講できるっていう話。で、あじゃあやりますってことで。 あげたんですけどでそしたらねねどんなな講義内容にすすするるかかって話を当然するじゃないで,すからばす、ね、でそしたらせっかくなら QA4UQC4U というイベントを、ね、あの皆さんもやった人いるかもしれないけど、えー、量子コンピューターとか量子アニーリングマシーンを触りながらやる、えー、そういう講座をまあ無料で皆さんに提供しているわけですね。でそれをね大学の講義でやればいいじゃんって話で。<laughs> なので量子アニーリングマシンと量子コンピューター IBM 製の量子コンピューター両方を使って、えー、量子力学を学びますっていう講座はどうだろうっ,つってダってドーンって言わけですよで。そしたら話が盛り上がってそれは量子力学 A じゃなくて B でやるべきじゃねって話になったんですよ。なるほど <laughs> っていう <laughs> その量子力学の量もうも死もまだわからないっていう状況の量子力学 A っていう科目。 A 量子コンピューターをやるっていうのも一つの手なんだけど、まあ、せっかくだったらもっと多くの人に受けてもらいましょうってことで量子力学 B だから量子力学はある程度学んだ人が復習する意味でもあの量子コンピューターを通してあえ例えば A では概念を教わった解き方を教わったけど実感がないみたいなことあるわけですよね。でそれに対して量子コンピューターというものを使って量子アニーリングマシンというものを使って手触りのある授業をしましょうっていうことでまた再提案した。 それが通っちゃいましてですね、えー、量子力学 B、じゃ担当大臣みたいなね。で、えっと、あともう一つ、これもね、あの先々週ぐらいでしたっけねあの、データ科学と機械学習の数理の方で告知させていただきましたけれども、えー、量子ソリューション創出論というですね、これまた新規会合の <laughs>、えー、しかも全学教育です、全学教育なので、学部とかどこでもいいっす、えー、学年とかもどこでもいいっす。あのー、で 量子コンピューター、量子アニーリングマシンを使って、えっと、企業向けとか、えー、実際の社会、自治体向けの、えー、課題解決っていうのをどうやって行おうかっていう、みんなでディスカッションしながら、まあ、こんな YouTube チャンネルみたいなね、いう、そういうね、ディスカッションしながらの講義というか、事、まあまあ、業ですね。事、まあ、業って言っても、僕が何か教えるっていうんじゃなくて、みんながアクションを起こす、チャレンジをする場所っていうのを作りたいなってことでもう1年生以上。 ね、うちの大学に来ていただいた1年生以上に、えー、開校しております。でねこの授業ね YouTube でどうせやっぱりそのどうせっていうなやっぱり公開するんですよ、まあ、一部分は、まあ、公開できる部分とできない部分はあると思うんですけどだったらうちの大学にねその単位を取るためじゃなくってやっぱり公式も <laughs> 皆さん向けにもオープンにしますのでぜひともそのディスカッションに参加していただくという。 そういう科目にしたいと思いますんでまた4月からですね、えー、開講いたしますので、えー、懲りもせず秋もせずですね、えー、来ていただければと思いますそういうわけでですね、えー、来年度の4月から3つです <laughs> 前期3つ、えー、後期3つ後期3つっていいんだよね 6×15 <laughs> で90です。1年間で大関の生配信は90回最低限見れます。ね、やばいですね。もうね、味噌豚骨ラーメンなんじゃないかっていうぐらいにね、な何の味がするんだろうっていうぐらいね、そのなんかゴリゴリでございますけどね、濃い感じの味付けでございますけどもね、よろしくお願いいたします。はい <laughs> えー、ハバスト祭りでなんかすげえ盛り上がってますけどね、もはやハバストは打つものになっている。でございます はいえー、ありがとうございます <coughs> え、ねあ。ラジオ聞いていただいてね、山田さんありがとうございます。一回いなかったと思いますで、ね、正直に、ね、出席報告もありま北海道さんは、ワイモフ登校で復帰したら教科書が半分進んでいた。<laughs> 学校と授業がくっついてるのはつらいよそうです、ね。だから自分のペースみたいなのは、ね、どうしてもありますから、えーね、そういう意味ではオンラインでアーカイブで授業でも受けられるってないい、ねえー。先生の講義、トライアスロン開催。<laughs> だから、その何、何前期全部クリアした人と後期全部クリアした人とその何、何前期後期両方ともクリアした人で、なんか商品が当たるとかね、やりますかねフライアスロン、いいじゃないですか。90分のえ生配信すべてえコメントしたとかね。それできそうですね。う,ん、うちのティーチングアシスタントとかがちゃんとチェックしておいて、出席確認。なんで、<laughs> なんで大学の講義の出席のチェックだけじゃなくて、YouTube のコメントの 出席率までチェックしなきゃいけないんですかってね、言われそうですけど。まあ,あ、そうやってね、大学と大学外ね、もう、うちと外なんて関係ねえよと、えー、全部がつながっている、いつも一緒であるっていう環境が作れるのもね、このチャンネルのいいところだなと思います、ね。お願いします。講義の手伝いになるらしい。<laughs> あの、陳健一さんとか並んでるんですかいやー、ね、いでよう。あ、じゃあ、あの、オープニング動画作りましょう。はい。 ハハハハって、で隔離心腹さんがフハハハっつって、で、僕がそのこう、なんか手つ人になってるで、量子力学 B。量子ソリューションソリューション青葉数学 A とか、やるとかね。青葉数学 Z ってのもやってましたね。X だったっけやってましたしね。はい。シュレーディンガー方程式、くるシュレーディンガー方程式あんのかな量子力学 B で俺、わかんない。<laughs> えー、横島ちゃんもワクワクしていただきましてありがとうございます北海道産。量子力学したかったのでめっちゃ楽しみ。ディラック方程式。ディラック方程式までやるかなうん、ディラック方程式は量子力学 C 的な感じですね、えー。量子力学の講義で確率振幅さんがちゃちゃ入れる展開を受ける <laughs>。ここで確率振幅が干渉しますとか言いようもんならコメント飛んできたらもう笑っちゃいますよね。はい、えー。あと2ヶ月しかないですね。あのね、大学の先生なんてね、もう大学の授業ね、まあ2ヶ月、3ヶ月でやるしかないんですよ。 けどね、結局ね、結局ね、毎週、あのー、2日前にしてやってます。<laughs> もう追いつけない。頑張れあれ、前期後期で90個もある。<laughs> 重ね合わせがひどい。尾関先生、祭り始まるんだって,って。<laughs> めっちゃ授業やるやんってね、あのー、そうなんですよ。まあ、もちろん私立大学の教員の皆さんとかね、授業たくさんやってらっしゃいますけれども、国立大学でここまでやるってのは、なかなかレアなんだと思う。 え90講義 ×1.5 時間135時間なので5.6マジかよ <laughs> ほぼ6日間寝ずに見ればあ追いつけそうか <laughs> あの一度でいいから例えば応用数学 B これで終わるわけじゃないですかで何でお前はずっと雑談をしてるんだっつったら最終回にしてもうほとんど終わっちゃってるのでやる単元少なくねってことで今尺を稼いでるんですけどその総集編やりたいんですよ。 応用数学 B 終わりましたと、ね、終わった時になんかさ飲みたいじゃん <laughs> 成人式も終わったしみんなねで、まあ、期末レポートとかあるからその期末試験とかね他の科目でありますので、まあ、それが終わってからっていう感じで、ね、2月の長半ばとかにじゃ応用数学 B の総集編っつってあの時誰々がこう言ったみたいなねでそれでつないでって「バスとって盛り上がるね」とか「ガンマ関数あったね」とかそういうまあ復習もそうなんだけど。 笑う、えー、そういうなんか配信っていうのをやってみたいなっていうのはずっと思ってるんですけどね。はい、今年はやるかね,、えー、ね。そういうふうにして、えー、毎回のね、講義楽しいよっていうのを、ね、思い出してやりたいなと思いますけどね。毎回の講義の途中でキーワード発表っていう出席確認、<laughs> プレゼントが当たるの。15文字の何かを考えなきゃいけないですよね。うん <laughs> オープンバッジにできそうな影響あ、その量子ソリューション創出論はオープンバッジ発行しますのであの、そういう意味でも参加していただけたいなと思いますね。はい、だから6日間、ね、寝ずに見るじゃなくて、6日間圧縮して、7時間ぐらい、<laughs> 17時からもう7時間、うん、飲み会配信、とにかくやるの。それやってもさ、1か目ごとだよ、せいぜいやるとしても。三日かかるぜあ。ばーっと思うんですけどね。 タイムそのうちフルタイム潜りが発生する。いや、1弦、2弦、3弦、4弦ってやったら完璧ですよね。超限理論までやっちゃいましょう。今ね、ちょうどね、研究でね、それに関係することやってるからね、なくはないです。フルタイム潜りは潜っていない説 <laughs>。もはや本業どっちやねんみたいな。基本倍速視聴。そうですよね。皆さんのお時間でございますからね。なぜか倍速視聴が普通らしいですけど。 だからあれですよ、リアルに会って大関と会ったら、なんかすげえゆっくり喋る先生だなって思わないでください。皆さんがおかしいですからね。倍速で見てるんですから。<laughs> まあそんな感じで、えー、今日もですね、えー、最後でございます。名残惜しいでございますけども、えー、15回目、いしますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、それでは、比率、気をつけ。えい、ありがとうございました。 はい、というわけでね、えー、パブリックビューイングのね、講義室、えー、からお送りしております。こんな感じでね、教室でもあの受けられるようにしておりました。で、オンラインでね、えー、ずっと視聴していただきまして、本当にありがとうございます。えー、今日はね、応用す学ラストでございます。名残惜しいですけれども、まあ、ちょっとね、えー、最後に伝えたいことっていうこと、ビッグメッセージじゃないんですけれども、まあ、あの中途半端に終わっておりますので、まあ、その部分をね、ちょっと追加しつつ、 えー、学んでいきたいなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。まあね今日はね雑談しまくるぞっていう勢いでやってきましたんで変なテンションでございますけれども。<laughs> ん、こんな感じで、うい <laughs> 前回何やったっけって話ですけれども無限定石表示というのをですね、えー、掴んでみようじゃねえかってことです、ね。まあ実際ここにあの答え書いてありますけど。 ガンマ関数というね、まあ、積分で定義された謎の関数があったんですけど、あ、もうこんな感じで、えー、プロダクト、積。ラストがハバストに聞こえる空耳って、もうもはや病気ですって、それは <laughs>、えー。こうやってね、無限回掛け算をして、関数を、まあ、因数分解すると。まあ、因数分解ってね、皆さんご存知だと思いますけれども、例えばね、x、x2 乗マイナス1とかありましたね。僕大好物なんですけど、ワトサの積ね。 の席大好きなんですけど事情を引く事情。こうやって因数分解したじゃないですか。因数分解すると何が嬉しいですかってうと0になるところが分かるんですよね。x イコールマイナス1です、プラス1ですって代入するとすぐ0だねってことが分かる形にするのが、まあ、因数分解工事。 でガンマ関数とか、まあ、こ今回やってるやつはなんとか関数に関してこういう因数分解ができるぞってことを、まあ、私たちは導いたわけですけれども、まあ、実際こんな感じでガンマ関数が因数分解ですじゃあなんだこの積見てみると何がわかるんですかって言ったら例えばここですね1プラス k 分の z 分の1ってありますけれどもその z が -k k -k ににななると分分の、k、ででって1 1で分母がゼロだから、まあ、中学生高校生の時に学んだ因数分解っていうのはイコール0を作るための因数分解だったんですけれどもこっちはですね分母が0になる因数分解になってますね。でその分母が0になるって何ですかっていうと極ですよ。 曲を見つけやすくあぶり出しているもしくはすぐに使える形で書いてあるっていうのがこの因数分解公式の特徴かなというところでございます。でこの因数分解公式ですねあの非常に一般的な形で、えー、ちょっとかぶっちゃってます。変えますけどもいしょあ消えた。<laughs> ちょっと待て <laughs> ちょっと待て消え <laughs> たじゃねえか。<laughs> もうね最後にしてこういうハプニングっていうのがね、つきものでございますけれども、はい、ここから書けばいいですね。fz イコール c、まあ、定数です。<laughs> あの積分定数でございますので、まあ、その定数を求めたかったら、あの具体的にですね、えー、値を代入するがよろしいってわけですね。k イコール1から無限大 <laughs> 指数関数の、えー、ak 分の ak で z。 これね、ちょうど、対数微分対数の形になってこれを指数関数の型に乗っけるだけでできるよってやつ。で、あの、エクスポーネンシャル、スモール AK 分のラージ AK の Z がここにいらっしゃる。で、でここですね。エクスポのログっていうのは、まあ、そのまま積を取ればいい。ラージ AK を型にかけてあげて、よ、えー、いしょ。このまんま読むと、AK-Z っていうね、書き方になるかと。 でなんだけれども、あのまあ、積分定数がここにありますので、定数に関しては、例えばくくり出す、C で吸収するみたいなことが、もしくは出してあげて、えー、なんだろう、Z が分数にならないようにするとか、いろんな書き方あります。だから、この積分定数で、まあその、そこら辺の書き方を器用に調節するっていうこともやりますので、まあ、そこのところは忘れないでほしいなと思います。で前回のノートでは、僕はこの AK を抜き出して <laughs>、 1マイナス AK 分の Z、ラージ a k みたいな書き方をしたかと思います。まあ、どっちを使っても全然構いません。最終的にその積分定数、えー、C を、えー、と調節してあげて、FZ、Z、例えば1とか0とか、簡単な値を代入して、それで矛盾がないようにいただければよろしいかなと思います。あのー、コメントでね、質問していただきましたけれども、ガンマ関数の場合に、<laughs> ガンマ関数の場合に、 まあ指数関数のここの部分と1、1プラス K 分の Z ってなってますけれども、これは、極がマイナス1とか、極がマイナス2っていうのを、今のここにね、AK のところに入れたやつ。マイナスがなくなってプラスで1、1プラス K 分の Z で、AK、ラジー AK ありますけれども、えー、マイナス1乗っていうのを入れたので、分母になった。なんだけど、極の0があるんですよ、まだ。極の0、これ。 なのでこいつを使ったものを入れなきゃいけなくて入れますよね AK と入れますよね AK とここにねでそうすると0分の2になっちゃうんですよでそれよろしくないよねっていうことで先ほどの AK-0 っていう表示の方を使ってあげて smallAK に0入れてあげると、まあ、Z が出てきますで AK っていうのがあマイナス1ですから Z 分の1っていうのがあるよーって言ってるわけです なので、こいつが AK が0の、極が0の Z 分の1っていうわけです。で、エクスポのマイナスガンマ Z とかはここら辺です。F0 分の F0 プライムっていうのがございます。で、指数関数と極のマイナス1、マイナス2とかはここに入っているよってわけです。こんな感じで、すべての極について書いてあげましょう。これがガンマ関数の場合でございます。 でもちろんね、あの無限定積、この表示、もしくは公式、えー、非常に一般的でございまして、スモール AK 極と、ラージ AK 流数、その結果を入れてあげればできます。どんな場合でもできますと。だから流数と極出すっていうのは重要だよねっていう話になります。じゃあ、他の関数でも、せっかくね、得られた関数でございますで。ありがとうございます。いえいえ、コメントむしろありがとうございます。あのー、ね、やってみたいと思います。<laughs> というわけで、今日は、お、真っ白になっちゃった。ごめんよ。 続きでございまして、まあ一つね、えー、無限定石表示のえっ、ー、と事例をですね紹介したいと思います。せっかくでございますのでね皆さんも自分でやってみながら考えていただくと嬉しいなと思います。f z イコール i z 分のジンク関数とか言ったりします。ゼッ分のサイン z。これの無限積無限上積表示を考えてみた。 無限定積表示っていうのはどうやって考えるんですかっていうわけですけれども、えっと、まず必要なのがこの公式見ましょう <laughs> F0 分の F0' だ対数微分をしてくださいで Z イコール0とか、まあ、1でもどこでもいいんですけれどもとにかく初期条件、ね、どっか分かりやすいところを代入してくださいというあと極等流数っていうのが必要です それを代入して計算準備してあげてくださいと。というわけで、じゃあまずは対数微分ですね。えー、それを調べてみましょう。はい、gz、これは何ですかっていうと、対数微分です。fz 分の f'z。だログを取って、ログサイン z マイナスログ z っていうふうにします。でそれを z 微分します。<laughs> 広角と気持ち悪いんですけれども、要するに対数微分をしてくださいってことです。ちなみに皆さんの好きな言葉ってありますあの湘南美容外科でしたっけ湘南美容クリニックでしたっけ僕の好きな言葉は何々ですってあの多分関東地区で CM 打ってると思うんです。僕の好きな言葉は対数微分です。どうでもいいですね。対 <laughs> 数微分って言いやすくない対数微分って。 オッペンハイマーも言いやすいけど、対数微分も言いやすくない <laughs> はい、今日のテンションはこんな感じです。というわけで、ログサインゼットマイナスログゼットの微分をします。で、そうすると、えっと、マイナスゼット分の1くんと、えー、プラス、まあ、サインゼット分のコサインゼットっていうのが出てきます。<laughs> で、まあ、もちろんこれをね、あの、タンジェント分の1って書く。 ができるねっていうのも分かっており、し、あのカリキュラムによってはですね、こうコタンジェントってね書くということをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。えー、タンジェント分の1でございます。<laughs> で、こういうのが、えー、対数微分ですということで計算結果出てきました。<laughs> でまあ、そうすると、これで、えっと、z を0の極限取ってあげてね、うん、z0 の極限を取ってあげて、z 分の1があります、sinz と c o s z がありますので、おいくつかなっていうことを調べることができます。f0 分の f' の0っていうのを調べましょう。まあ、g0 のことでございます。でそうすると、まず、通分してあげましょう。g t a n ト z の。 マイナスタンジェント Z プラス Z で。うん、まあ、いきなり0って書くとですね。ごめんちゃい。Z 分の FZ。通 <laughs> 分しました。で、これで0の極限を取ります。0の極限を取ります。なので、Z が小さいときを考えましょうってわけですね。でそうすると、分母の Z はそのまんま、 タンジェントっていうのは、えー、テーラー展開考えますと、まあ、1次の項は z。で次 <laughs> マイナスタンジェントってありますけどマイナス z プラス3のびっくりの z3 乗ってタンジェントのテーラー展開します。でプラス z。<laughs> でそうしますと分母が z2 乗で。 分子はっていうと z、z 引く z がありますので、消えて、z3 乗なんですよ。でそうすると、この結果、2乗と3乗で消えますねってわけですよ。z1。で、その後に z を0に極限取ってあげると、あここの部分はいらないね、0だねってことが計算として出てきます。で次に気になるのは、極。 でございますね。何を調べるんだっけってもう一度見てみると F 0分の F0 プライムっていうのがありましたこれ今計算して0だって分かりましただからエクスポの 0Z なのでここの部分なしで次に気になるのが smallAK と largeAKsmallAK と largeAK でございますとでこいつは極と流数ですね極と流数それを調べればいいので元の fz についてちょっと考えてみましょうと。 そうすると、F の Z のところで、あ,あ、Z 分のってありますので、あ、その子だねっていうことがわかります。AZ イコール、<laughs> プラマイ Kπ ですね。K イコール1とか2とか、<laughs> そういうところが極よってことがわかります。よいしょ。ということで、AK です。これが求まる。 でもちろん、あとは、流数を調べればいいと。うん、ここの部分で分母が0になりますので、その時の極を求めてあげましょうということになります。極じゃ、流数を求めてあげましょう。懐かしいですね。流数だよ。久々流数計算しますね。じゃ、流数の計算やってみましょう。どうしましょう。どうやって流数を計算するか。<laughs> 覚えてますキッ <laughs> チングアシスタントの方、覚えてます <laughs> <laughs> もうトラウマだからやめてくれって言われそうですけれども覚えてます <laughs> 失礼ですね。<laughs> はい、で、えっと、どういうふうに計算しますかっていうわけですけれども <laughs> 一つ流数どうしようかな流数の計算ここで思い出してもらいましょうステップアップよいしょ。<laughs> 流数計算ですね。応用数学 A でやりましたけれども、流数の計算。まあ、1位の曲とか SE の曲とかありましたけれども、まあ、懐かしいでございますので、1位の曲を求める場合ですね。よいしょ。えっ、ー、と、どこどこ A で曲だったとします。Z 引く A。で、それに対して FZ っていうのがありました。で、そうしたら、 z を a に近づけててあげてくださいそれが流数だよ。<laughs> z=a イコール、a。流数だよってことでこんなふうに計算をしたことを思い出してください。ね。これが流数計算。で今回の関数ありますのでそいつに対して kπ ラスあ k っていうところに流数があります。でここでちょっと注意してほしいのは。<laughs> この極と流数あ、またもと求め、あの、教えた方がいいですかね。はい。<laughs> <laughs> 若い君、2以上の極はちょっとわからないですねってね。詳しくは、オープンキャンパスをご覧ください。<laughs> はいえ。スモール AK とラージー AK、その極と流数を求めてくださいって言うんだけど、誰の極と流数かなんですよ。で、ここでちょっとか、まあ、こんがらがりがちでございますけれども、その、ここで見ていただければわかりますが、 この AK って実は GZ プライムって書いてますね。GZ くんのなんですよ。GZ くんの極と流数を求めてください。というところはちょっと注意してください。FZ のその無限定積表示を求めたいんだけれども、その対数である、対数微分である FZ 分の F プライム Z の、それが GZ ですけれども、そいつの極と流数を求めます。 それだけご注意ください。ということで、よいしょ。今回の場合は、相手とするのはこの子です。マイナス z 分の1、sinz 分の c o s i z <laughs> ちなみに気になってるかもしれないですけど、z0 って極じゃないのって。z が0っていうのは0分の1じゃん、怪しいじゃんって言うんですけど、アンジェントここにいるんですよ。<laughs> で実際に0の極限取ったらわかりますけど、流数0なんですよね。流数0っていうか、値が0なんですよね。だから発散しないんですよ、これ。だから z、z イコール0のところは発散しないので、極ではありません。取り除ける得意点です。ということで、0以外の、ここはどうでもよくて、ここですね、タンジェント分の1っていうのが、sinz、まあ、分の c o s ゼッ z が気になります。 で、サインがゼロになるのはおいくつですかってうとロだったり、まあゼロはいらなくなったけれども、π だったり、マイナス π だったり、2π だったり、マイナス 2π だよねーってことで、プラスマイナス kπ というのが gz の極になります。ということで、じゃあ今回計算してみます。リミット、よいし z が、まあ、例えばプラスマイナス kπ、もう一気に求めてみましょうと。えー z いく、えー、プラスマイナス Kπ なんでマイナスプラス Kπ というのをかけてあげましょう。で誰にですかと、まあ、Gz の、えー、極としてやばいやつを持ってるのは sinz 分の c o s ゼッ z でございますのでそこの部分だけ注目します。sinz 分の cosinz。まあ、要するにタンジェント分の1ですね。でこれできます <laughs> トナカイんできます <laughs> <laughs> z プラマイ kπ をはい極限近づけてくださいタンジェント分の1をかけて <laughs> できます <laughs> ちょっとうって思わないこれ <laughs> あの流水計算はここねだいたい分母と分子が約分できて極限近づけるっていう話だったと思う例えば例としてはえー、z=2 で極。 1>, 1位の曲だよっていう時には大概 z 引く 2× なんとかって因数分解してあって10分ほど待ってくださいふざ <laughs> けんな <laughs> でなんか係数があってで z 引く2をかけてリミット z を2に近づけるとか大体約分できたんですよ約分。でもうただ代入するだけでできるよね流数っていう話をしたじゃないですか。 <laughs> おいもう1人 <laughs> モリー <laughs> モリーまでなんかあの青線の人たちっていうのは運営側なんですけれども青線青文字の方々運営だったりティーチングアシスタントなんですけれども戸永井君とモリー君がなんかクエスチョンマークになってますよあの現地の方々あの視線を送ってください良い視線を送ってくださいえーって <laughs> D プライムさんもうんってなったら、ね、いい感じですねそう普通は約分して計算したはずなのよ ね、なんだけどたまーに大学院入試とかでよく出るんだけどこの三角関数が出てきてえ割れない代入できへんどうしようそういうパターンがありますでなん、まあ、最後の授業ねあの実は去年去年よりもこれ進度早いんですよ実はで1回分余ったんですね無限定石表示は実はその去年だと最後にやってるんですよ15回目に。 でなんだけど今回早めに終わったので何やろうかなと思ったら大学院入試対策だよねと思ってで多分引っかかることが多いのは流数計算とローラン級数展開なんですよ僕の今までの経験上で流数は代入すればいいじゃんってみんな思い込んでるのでたまにこういう問題が出るとやばってなるでまあね数展開があるじゃんっつってローラン級数展開をやるっていうパターンもあるんですけどローラン級数展開って 臭いよねっていう時にどうするか。これが今日の課題です。チ、えーン山田くんが <laughs> 死亡。横島ちゃんもんってなったんです、ね、そうなんですよ。これ、意外にあの、いきなり出されると、あの対策というかね、経験していないとミスるパターンでござい。で、まあ、そういう意味では紹介してよかったんかなと思いますけども。も、え、う、ー、皆さんの気持ちを正直に豆、まあ、を組んで書きます。 フ <laughs> ち打ちできない <laughs>。いかがでしょうかね <laughs> え、最後の最後でいい問題が出てきたじゃないで,でこれでちょっと思い出してほしいのは、高校生の時の自分を思い出してください。なんでかって言ったら、高校生の時に極限っていうのが出るんですね。えーまあ、数学2、3。 えー、微分、積分の微分ですね。微分のところで手前に極限というのがありまして、リミットをでその数字を近づけていきましょうという単元がありまして、でその後に微分というのを習うんですよね。で、微分ってなんだっけっていうと、ちょっとずらして、引き算をして、ぐぐぐぐぐってその差を縮めていきましょうっていうするんですよね。だから何とかからとと引く何とか 今いる場所から、まあ、次に行く場所っていうのを引き算してその差をグググググって近づけましょうっていうのが微分でしたよね。でそういう時に極限使う。そういうことを思い出してください。でそうするとここの部分ね <laughs> わざわざ流数の計算でこれを思い出させてるじゃないですか。デッ引く A だよでデッドを A に近づけろよっつってんですよ。なんかよーく見てみるとこれもしかして。 微分じゃねって思いません分子にあるけどえ分母に今まで、えー、と書かなくていいですよ「z く a 分の fz−fa」FA、って言われてで、えー、z を a に近づけろってリミットとか書いてあったら「あこれ微分じゃーん!」って言えるべ言えるべなんかそれの片割れがいません? Z「z−a」ってっていうふうに見るとえょち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 ょ,ちょって分母分子逆転してるんだけどもだ。 分母分子は逆転してるんだけどもだ、これね、えー、B 引く A っていうふうに読み取れません何か引く何か。で、こちらさんも、えー、B を A に近づけてるっていうふうに読み取れませんそうすると、相方であるお前さんって話ですよ。相方であるお前さんはどうあるべきかっていうと、FB 引く FA なんじゃないのお前さんって。ただし逆数ね。 そういうう疑惑を持ちますそうであれば微分じゃんってまあ逆数だけどそういうふうに見えますよね。でいやでも先生さなんタンジェントでしょ ?FB はタンジェントでしょそれは分かんだけど FA なんて引き算されてないっすよ。えー、でもさでもさタンジェント分の1っていうのはえ、極、ね、を持っていて極って何分母が0になるところです。 つまり FB が0になるって言うんです。んんん待って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 。特だから分母であるタンジェント君は0になるぞ。特だから。よし。特だから。FA。今から近づこうとしているこのプラスマイナス Kπ、はい。タンジェント分の1の分母にあるのはタンジェント。だから FB はタンジェント。そのタンジェント君が、 K に行くとゼロじゃないですかおそっかそうだ極だから分母はゼロなんだだから FA という近づく先はゼロなんだだから困ってんじゃないですか。 極のところは分母が0で発散しちゃうから、よくわかんないって逃げたくなるんだけど、いやいやいや、待ってくれ。流数っていうのを計算してほしいんだからっ、つってやってるんでしょ近づこうとしてるんでしょで、そのために掛け算して、払ってくれればいいのにな。払えない場合どうすんだよっつったら、そのままよくありがまを見てください。FA っていうのが、もしも書いてあったら、微分っていうふうに俺は読み取れるのに。でも FA はない。でも調べてみると FA は0である。だから、なくてもいい。 あはっははは。っていうことは、ここにありますのは、あったわけですよ。は、流数計算で出てきている数式っていうのは、リミットあるポイントを A に近づけましょう。えー、分母は B 引く A 分の FB の FA っていうものを考えて、極限を取ると何になるって言ったら、微分してくださいって話ですよ。それを、どう思わせてます思い出させてんですよ。思い出させて。 そういう形が実は流数の計算を散々やると見えてくる。だから約分してただ代入するっていうところだけ、計算した結果のところだけじゃないんですよ。慣れてきたから、何の計算、どんな計算だっけって思い出すと、いや、指定してる、指定してる、そうじゃないんだよ今だから見ると趣深いんですよ。今だから読めるんですよ。これ大事にしてね。 これから大大学学2年年年生生生の後大学3年生行って4年生行くで、しょでだんだんとさ、あれなんですよ、まあ、指導教員という名のもとにいるあのおじさん、おばさんはいるんだけど、大体いい授業っていうのがなくなってくんだよで。授業ってよかったよね。先生がさ、なんか独り言言っててさ、それを聞いてさ、情報インプットしてさ、で、それで取捨選択すればよかった。だけど、これから先はどうなるかっていうと、あなた方自分自身で勉強するんですよ。自由に。知りたいことを。すごい楽しいはずです。 でただ残念なのは、まあ、一方的にこういうことだぜって教えてくれる人がいないからどうやって勉強したらいいか分かんねえなっていう悩みが増えますでだから勉強の仕方っていうのをそろそろ自分で身につけなきゃいけないで大学受験でもちろん身についてると思いますでも大学生になって指数関数的に忘れてるかもしれません 今思い出そうもしくはこの後大学生として大学院生として社会人として学んでいくときにどういう学びのスタイルっていうのが自分に合ってるのかもそうだしどうやっていくとまあ効率がいいもそうだし確実なのかとかいろいろな模索が必要なわけですよ。そのうちの一つがこれです。復習ししてててくくだだだささいいい当たたり前だと思っていたものを見つめ直してくださいそうすると見方が変わります。 流数の計算は代入だと思ってたかもしれんいけど実は微分なんです今だからって深いな読み解けるようになりたいかっこよだと思いますそうなんですよだから、ね、今更ね高校の教科書とかで読んでみな燃えるで <laughs> 懐かしいっていう気持ちって結構危なくって懐かしいって安心材料じゃないですか安心するから見ようとしないんですよ科学。 だけどその安心をちょっと取り除いて考えて、だからじっくり眺めるっていう風に勉強するといいんじゃないかなと思いますあの。どうしてもね、なんか効率重視で早く早く勉強しようと思っちゃって、前に前に進むことばっかり考えるんですけど、逆っす。後ろに行った方がいいっす。返し縫いをした方がしっかりとね、えー、なんでしょう縫えるのっね。というわけで、あの流数計算の部分に関しては、さらにステップアップすることができます。 まあ他の大学でもねこの流数の計算ねもちろん教えてると思うんですけれども多分ね公式の一つって教わるんですよ。<laughs> でなんだけど成長過程に合わせると非常に趣深いです。流数は微分で決まるんです。えー、今の話です。リミッで、z-a Z-A で、fz 分の、まあ、例えば gz みたいな形になってたとしましょうと。で、fz が因数分解して z 引く a とかくくり出せたら簡単なのよ。だけど、そういうふうにくくり抜けられない。まあ、三角関数があったり、対数関数があったり、指数関数があったり、そういう場合があるわけですよ。で、そういう時に、あなたはどうしますかってです。で、そうしたら、えー、よいしょ。<laughs> この fz って書いてある分母の部分ですね。これが重要で、 え実は Fz-Fa っていう風に書き直せます。なぜ ?Fa は極なのでゼロだからよ。無害なんすです。そうすると、イコール、はい、分母と分子逆だけど微分じゃないですか。z を a に近づける、fz を f と引き算して、fa と引き算して、高さね、平て、底 傾きを調べる。微分じゃないですか。逆数にしたって同じじゃないですか。ということで、F' 分の、F'A 分の GA なんですよ。実は。<laughs> 繰り返して言います。なぜならば、FA は極だから0なので、分母が0だから困るので、流数計算したんでしょってやつです。ということで、流数の計算、えー、ただ代入するだけじゃなくて、もしも三角関数とか、 複雑やっかいな関数だったら、このアプローチ覚えておいてください。微分するんだぜ、全員。じゃあやってみよう。リミットの、えー、今回は ZO をプラマイ K パイにします。モ、え、リー君とトナカイス君、大丈夫かな <laughs> でも、あれなんですよ。俺、例年これ教えてないんですよ。<laughs> 今年初めて教えました。応用数学 B では。だから、そういう意味では知らなかったっていうのもしょうがないんですけれども、ね、ぜひインストールしてください。今なら受け取れるはずです。ね、<laughs> いきなりさ、こういうさ、計算公式とかさ、こういうのもあるんですよ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 、ザーって羅列してみな、うんざりするに決まってんじゃんっていうね。だから、一つ一つ咀嚼して、一つ一つマスターするっていうのはやっぱり同じなんです。いきなり一気にバーって教わったって、わからないものはわからないんですよ。 なので一つ一つ確実にして今なら分かるかもって言って昔分からなかった教科書とかを今更読むっていうのそうするとね成長を実感するんですよ昔分かんなかったこれが読めるっつって俺賢くなったんちゃうってなったんですよ、まあ、たまにね昔の自分の計算ノートとかを見るとすげえなこいつ天才だなって思って昔の自分だったりするんですけどねそういうのはね研究やってると、まあ、あるあるでございますはい ママイイナナスススプラ今回のえ極、ね。TA 大変ですが収穫多いかもですね。<laughs> お疲れ様です。sinz <laughs> 分の cosz、まあうんざりするほど書いてますんで、もうハイパあータンジェント分の1だって分かります。で、そうするとどうなりますのんって言うと、うん、タンジェントの微分してくださいっつったら、cos2 乗分の1ですね。それの逆数を書いてくださいって言うんだから、cos2 乗です。 で、z をプラマイ kπ って入れてねーってわけですよ。で、そうするとコサインの kπ でございますので、マイナス1だったり、プラス1だったりするんですが、2乗なので、常に1です。ということで、ゆえに、AK、何してたの流数求めたの極度流数求めれば、えー、無限定積表示が計算できるからでございます。できました。<laughs> はいでそうするとゆえに fz はっていう z 分の sinz を今無限定積表示因数分解しましょうって言ってね考えてましたで最初積分定数 c っていうのがありますおいくつですか知りませんエクスポーネンシャル f0 分の f0' の z えそれが0でございました最初の え先ほど調べました、ここで、ね。fz 分の fz プライム、z を0に極限取ると0でしたってことで、その結果を1と。で、無限定積表示です。k イコール1から無限大まで。で、まあ、プラスとマイナスありますので、プラスの場合とマイナスの場合をそれぞれかけて。1引く ak は kπ 分の z です。 これがプラスの場合で、マイナスの場合もあります。1プラス kπ 分の z。とにかく掛け算すればよろしいかなってわけです。エクスポーネンシャルのプラスの場合は kπ 分の z でした。エクスポーネンシャルの負の場合はマイナス kπ 分の z でしたっていうことで、こんな格好ができます。はい、そうすると、こいつとこいつが約分されます。きれい。で、 えー、それを計算して、エクスポーネンシャルの0乗もいらないですね。1-1+、やった、ワートさんの席ですよ。二乗引く二乗が出てきたら、もう俺の大好物でございます。k イコール1、無限大。1-、まあ書き方自由ですが、kπ 分の z2 乗、ね。こんな感じで書くことができます。で、こいつは何ですかっていうと、z 分の sinz の正体でございます。 で、先生、積分定数シーンはどこに行ったんですかってうと Z を0に近づけてくださいそうすると左辺は0分の0で、えー、ちゃんとロピタルのテリナに何なりやってあげると1に収束しますもしくは sinZ をマクローリン級数展開して Z3 びっくりの Z3 乗ってやって分母 Z で割り算して1っていう係数出てきますそれでも OK です Z を0に近づけると左辺は1 じゃ、右辺も1にならなきゃいけないよね、つって、積分定数を求めますと C は1だっていうことが分かります。なぜならば C イコール1でございます。F0 をえ求めると1だからですっていう結果。というわけで、サイン君おめでとうございます。こんな感じでえ求めることができます。ありがとうございます。<laughs> Z 分のサイン Z がね、こんな感じで因数。 でででききてて、まあ、サイイン Z Z コールに直したらががかかって、えー、こんな形で因数分解ができますだからサインですらも、えー、因数分解ができますよというお話でございますちなみにあこの、えー、授業はですね、えー、高校生も受けていると嬉しいなと思う高校生の時にこんな遊びしました Z 分のサイン Z ってね出て、ま、きましたけれどもどっちからやろうかな こっからねあれなんですよおまけなんですよおまけぶおまけなんですよお <laughs> おまけオブおまけけとか言ってえー、これねよいしょ無限定石表示って高校生の時もできたんですよおまけおーまーけ最近あの受験生の,あのオープンキャンパスの時も受験生と絡んだんですけれども最近あの個人的に受験生と絡んでいて今熱いのが下方定理なんですけど それでちょっと思い出したんですけど、これ知ってます ?sinz。三角関数。これの無限定積表示って、これでしょ、まあ、?z かけて、えっと、プロダクトしまくって、えっと、無限定積表示ですよね。これいいですよね。で、高校生の時の知識で、無限定積表示ってできるんですよ。倍角の公式、sin2 分の z、cos2 分の z ってあったじゃんこれ。 倍角の工事これ何回も利用したことあります <laughs> 今やったのは sinz っていうのをまあ sincos に直したわけだすね。でそうしたらこちらさんにいらっしゃいます sin2 分の z っていうのももう一度下方定理じゃねえや、えっと、倍角の公式使うんですよ。そうすると sin4 分の z を c o s 4分の z を c o s 2分の z ってなるんですよ。 で、そしたら、もう調子ぶっこくよね。<laughs> 何が起こったっつったらほれほれほれここコサインがずっと続きサインがどん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 半分になっていくんですよサインの長みが。っていうことはこれを繰り返すとどうなりますかっつったら248ってでどん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 倍々ゲームが続くので N 回やると2の N 乗が出るはずです。 で n 回やるとサインが1回やると半分2回やると2の2乗分の1ってことは2の 2n 乗分の1っていう風に割り算される,割られる分割されるでそれでコサインがどん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 続くんです k イコール1の n までコサインの2の k 乗分の az <laughs> あるあるやったさすが <laughs> でまあこっから先はちょっとだけまあねあのちょっと賢くやらなきゃいけないんですけど極限何なんだろうって知りたくなるわけですよ。無限回やるやつ。無限回、うん。2の n 乗と2の n 乗と sin の 2n 乗分の z ってあるじゃんでここの部分が何に収束するか分かれば無限定積表示できるんですよ。 でその時にあーサインか2の n 乗分の z で n が大きくなると中身は中身はちっちゃくなるよねってことに気づきます。x が0に近づくよねっていう意味です。じゃあ,あ x 分のサイン x が1になるよねってことは俺たち高校生の時に習ってるので知ってます。ということで z これを考えます。でそうするとこれは x サイン x よし。 サイン X の X と同じです。ということで、これが1に近づきます。うん、なので、よっこら、ちょっと。ないじゃん、Z 分の。作ればいいんだよ。Z× かけるですよ。Z×K イコール1の無限階、cos の2形状分の Z。ほら、できた。無限定積表示。 Z がイコール0の時にはちゃんと0になるし、Z が何、うん、?2 分の π とか、そういう場合には、お待って、Z に2分の π って代入すると、2分の π イコールっていう式作ることができますよね。おっとちなみにこれがまずゆえに、Z 分の sinz って直しますと、えー、今求めた無限,積無限定積表示みたいに、コサインの2形状分の π、はい、じゃない、z です。z。 っていう、これ、オイラーの公式って言います。オイラーって本当にいっぱいいるね。<laughs> 何人いるんだ、オイラー。ちげえよ。同じ人だよ。オイラーの公式。<laughs> 無限定石。ね。アキさんが高校生の時にやったんなら、アキさんの公式かもしれません。<laughs> こんな感じで、無限定石表示実は。なんですね。はい。驚いてくれたはいつ、はい、っ,ってね。面白いよね。 えー、トナカイ君は昔の自分が書いたコードが天才的に見える時があります逆もしかりって <laughs>、えー、あれとあれは紙一重ってやつですねで今チラッと言いましたけれどもえー、っと z に2分の π とか代入しますよねそうすると sin2 分の π1 なので左辺は1ですで2分の π かけるなんとかイコールって書くことができるので実はこれで円周率求めることができます円も書かずに円周率です イエトの公式っていうんですけれども、いしほんと昔の人っていろんな計算してるよね。えー、z イコール2分の π です。代入します。でそうすると、π 分の2、えー、z を割り算しちゃう。イコール、えー、プロダクトの k イコール1の無限大、えー、コサインの2の形状分の π。<noise> k プラス、多いんですか、これ。分の π だから。 2の k プラス1乗の π。こんな感じです。で、そうしますと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 、合ってるこれ。合ってるこれ。そうしますと、コサインの2分の π っていうのが気になってくるんですよ。で、コサイン2分の π は0になっちゃうんですけど、ちゃんとこれね、あれなんですよ。 イコール1入れると4分のパイスタートなんですよだから0にはならない大丈夫だね。4分の π、8分の π、16分の π、32分の π っていう風に分角公式使いまくるってことです。だからこれね、絶対大学入試のどっかに出てるんだよ。<laughs> で、受験生に倍角の公式の練習をさせるためにはこの問題すげえいいんですよ。あの計算練習問題として。えー、よいしょ。<laughs> 何をすればいいんですかっていうとまず半角の公式ですね。cosz っていうのを下方定理を使ってあげて半角の公式にします。2コッシュ2乗の2分の z マイナス1で。であなたが知りたいのは何ですかっていうと cos2 分の z 角度を半分にするとどうなるかでございますけど移行してあげて2分の1してルートすりゃいいんですよ。2分の1プラス cosz。 実際これね、あの、z を2分の π とか代入すると0になって4分の π はルート2分の1ですっていう結果導けるじゃないですか。じゃあ同じように8分の π はつったら4分の π をここにね、入れてあげてルート2分の1ですね。ね入れてあげてなんか有利化とかなんとかが綺麗な答え ってことは、4分の π、8分の π、16分の π、32分の π っていう風に、2の指数、2の累乗分の π の場合のコサインって計算ずっとできますよね。全化式立てられるじゃないということで、えー、これ大学受験でどっかで出てんじゃないの今年の、えー、これで、これ知らないよ全ない、ね。全く知らないからね。全く知らないからね。全く知らないからね。東北大学の数学で出たら大爆笑だよね。<laughs> 本当に知らないからね。変わってねえもん。 もしも出たらすごいよね。予測したってすげえデマが流れそうですけど、全然知らないからね。高校大とかこういう問題好きですけどね。あの、大学、えー、青本とか見てみるとね。最近の傾向もう全然覚えてないですけどね。はい、例えば、えい、ですね。よいしコサインの4分の π はおいくつですかルート2分の1ですね。であれば、ゆえにコサインの1分の π っておいくつですかっていう。 代入してあげましょう。ルート2分の1をここに入れてあげましょう。分母にルート2とかあると鬱陶しいよねっつって、分母分子にルート2をかけてあげる。そうすると、分母はルート2が2個あるので、2分のルート2足す。とかね、こんな感じで計算がどんどん。有理化すると、2分の2プラスルート2かな。<laughs> こんな感じで結果が出てきます。これを続けていくと、π 分の2イコール。 ル、えート、まあ、2分の1でもいいんですけど、有利化して2分のルート2。2> <laughs> コサインの4分の π ですね。で、コサイン8分の π はこうなのよ。で、コサイン16分の1もですね、これね、何回もやってるとね、すげえ簡単な書き方できて、入れ子式なんですよ、これ。でんて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 ん。ルート2、ルート2、ルート2、ルート2って中に入っていくんです、ね でそうすると、ルート2とかをとにかくそのコンピュータープログラム的に何、法文でガーって席を取るとか代入するっていうのをやれば、π が計算。お2005年の名古屋大学の入試でビエトの公式出たらしいです。ほらーとか言って。<laughs> 2005年は結構古いですな。18年、19年前ですからね。まあそんな感じで、無限定積標準ね。まあ、これ、 あの先ほどの因数分解の式とはまあ全然違うので種類が違うんですけどオイラー君はこういうのを見つけていてで多分そういうところから着想を得て無限定積表示できんじゃねえっつってまあガウスとかオイラーとかねそういうことをえっといじめていたというかんでしょういろいろといじくり回してたんでしょうねだからこの頃に数学てとしてはひじめな関数をまあみんなが知っている使いやすい関数に直そうという。 まあ,ある種の機運が高かったんじゃないかなっていうのは読み取れます。まあね、あの、面白い、美しいので、こういうのを見ちゃうとね、ハマっちゃう人もいるかもしれないですけまあまあまあ、趣味だと思ってはい、で、ちなみに、よいしょ、例でございますけれども、えー、先ほど紹介しました、流数の計算をちょっと押さえておきましょう、うん。ちょっとね、ザッピング気味でございますけれども。 えー、先ほどね、えー、何を学んだんですかって言ったらこれおまけねこれおまけじゃあそろそろ出るってどういうこと <laughs>、えー、流数は微分で決まるこれねこれに関して、えー、ともう少しだけ計算を練習しておきましょう、えー、Fz が <laughs> うんとねじゃあ sinz 分の1これですね <laughs>、はい、こういう場合にどうしますか もう慣れたよね。例えば、z イコール0で、一つ得意点があ,りますがあります。もちろん、kπ とか、マイナス kπ も得意点でございます。で、えー、こうやって計算してください。リミット0の0。z をかけて、sinz 分の1で、ここではたと止まるんですよ。逆 <laughs> 分できねえつって。 けど、えっ、ー、と、z 分の sinz、極限の式、極限の、極限の、だから、極と、極限の、極限の公式を使って、覚えてるっていう人もいらっしゃるでしょう。それで、1って言っても構わないし、おは、<laughs> こういうふうに見てください。z を0に近づけるってことは、z 引く0をかけて、 サイン z 分の1をするんだが <laughs> サイン z っていうのはマイナスサイン0。サイン0は0ですよね。0を引いたって別に怒られないですよね。だけどこの形をよく見ると B 引く A の形になっている。この形をよく見ると FBFA 分の1になっている。 そしててこれは B を A に近づけろと言っている。だから微分で計算ができるのだよ。イコール c o s ン z 分の1ってまずは考えて z に0を代入する。でそうすれば、はい、1ですねってことが分かります。だから上みたいに x 分の sinx は基本的な定理だけれども、まあ、忘れちゃった極限分かんないっていうこともあるでしょう。その時には微分だよ。の定理です なってます。<laughs> で、この計算って結構便利で、おいしょ、有数おいしい。流数のえっと例ですね。こういう場合にも使えます。f z イコール例えば z 四乗プラス1分の1。まあ、これ言わずもがなでございますけれども、むいしょ。z 四乗がマイナス1。ね、z 四乗がマイナス1。 で、極でございます。とういうシンプルなね、例でございます。もう、で、そうすると、z は4乗根取ってくださいねってことで、マイナス1の4分の1乗。ね。で、そうすると、えー、エクスポーネンシャルの iπ、4分の π か。<laughs> iπ でいいんだ。<laughs> i なので、よし。iπ なので、こいつに4分の1乗ってやるよねって話です。 でそうすると、e の i の4分の π ですと。やるなよ。<laughs> やるなよ。一応言っとくけれども、えー、iπ と、はい、2πmi ってあるからね。ちょっとちっちゃすぎますね。何周しても、えー、同じでしょうってやつですね。同じでしょうって。ここに、2π の mi。m は整数。 っていう任意性ありますので、それはご注意くださいね。プラス i の4分の1しまして、2分の π の m。よし。でそれはいいんですけれども、例えば、例として、z イコール、じゃあ m が0の場合、i の4分の π ですね。ルート2分の1プラス i で極。 これ、m イコール0の。復習です、復習。出来上がり <laughs> で。その時にね、流数計算するじゃないですか。めんどくさいので、これ何回も書くことになるので、めんどくさいので、これを c と置きます。で、流数を計算した前、z4 乗プラス1分の1の、えー、流数を計算した前、あっ z イコール c の場合、やりますよね。で、さあ、 これね、大学院入試とかで出てきたときにめっちゃ困るのよ。なんでって言うと、Z4 乗プラス1っていうのを因数分解するじゃないですか。で、そうすると Z-C の Z のって続くわけですよ、えー4 4。4次関数を因数分解してるから3次関数が後に続く。 でその3次関数をまあ因数分解できるならしてください。まあ、できるよね。解があるので、4つあるので、それをやるのもいいんだけれども、そこに C を代入して、C を代入して、C を代入して、3個代入して、全部掛け算しなきゃいけないんですよ。計算間違いしません。そういうのを入試でやられたらすげえきついじゃないですか。プレッシャーだよね。え、これは計算、え、めんどくせえとかなるでしょ。で、そういう時にだ。そういう時にだ。これ使うんだよ。 なして、なして、リミット、z を c に近づけます。で、z 引く c で掛け算をして、えー、z4 乗プラス1分の1、これを計算したいんでしょで、今までは、z4 乗プラス1から z 引く c を抜き出して、因数分解して、割り算して、消しといて、代入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 ってやるんだけど、めっちゃめんどくさいんですよ。で、これが、実は、去年まで、 応用数学 B ね今年もそうですけれども期末レポートを学生さん同士で出題してもらってますよね。今選定中でございまして出題あのアズスナズポッシブルにしますけれども去年までの学生さんの出してきたレポート問題で、えー、3分の2の確率で出てるののがこの問題です <laughs> です何が起こったかっていうとみんな計算ミスをしてます。もしくはすっげえめんどくさい計算を頑張って頑張って頑張ってやってます。 で意地の悪い学生が、えー、Z2 乗プラス1、Z4 乗プラス1、Z8 乗プラス1分の1っていうのも問題に出しています。その場合どうします代入しますめんどくさいよねやりたくないよね計算間違い絶対するんで。で、そういうときに、あれじゃん。Z 引く C っていうのを B 引く A と思い出す。で、Z4 乗プラス1だって同じことでございますけど、FB なんですよ。 でこいつに対して、はい、C を代入した C+1 乗プラス1っていうのはこれだよこれだよ C だよ4乗するとマイナス1だよっていうことはマイナス1して消えるんですよ。FB-FA 分の1って読めるんイでこいつで B を A に近づけなさいって言われてるんだから分母を微分すればいいだけ。そうすると何が起こる そうすると、イコール、ちょいごめんなさいね、こういきますよ。微分しますね。4z3 乗分の1なんですよ。で、z を c に代入するんですよ。そうするとさ、超簡単じゃん。4c の3乗じゃん。4c の3乗じゃん。で、c を3乗代入します ?c を。違えんだよ。分母と分子に c をかけちゃうんだよ。 でそうすると 4c4 乗はマイナス1って知ってるでしょということではい答えはマイナス4分の c で超簡単でしょ <laughs> 代入してみこれ <laughs> 代入したら3乗とか計算するんですよマジやってらんないよね2乗とかあるんですよ1乗とかあるんですよ z4 乗プラス1を z4 乗プラス1を普通に今までの方法だと z c で 因数分解して、ットの3乗、うんってなるじゃないですか。因数分解できるみたいな。ああ、4つ答えがあるから C1、C2、C3、えー、C4 って答えがあるはずなんですよ。で、その答えはここに M=0 イコール、1、2、3って代入していくと、0、1、2、3、この4つの答えになるね、M ごとに。で、1個約分されるので、 C2C3C4 になってここに1つの回 C1C1 を代入したかん2回掛け算したゃいけないです。これかけこれとこれ。できますできるんだけどめんどくさいでしょやるやらないよね大学院入試緊張感ある計算間違いしたらアウトどうする分母微分した方が超早いよ。 ということで、えー、ある種の計算テクニック的にも使えるのでおすすめです。で、なんでそんなことが可能なのか、まあ理屈はもちろん、理由はこれなんですけど、簡単になる理由は簡単です。簡単になる理由は簡単です。日本語が欲しいですね。これ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 。平数は微分すると消えるんですよ。なので、こういう Z4 乗とかべき乗がすげえ計算しやすいよね だからこういう有利関数の場合でもなめないで代入ただするんじゃなくてこの形だよ f b く f a 分の b−a だよこの形が流数の、まあ、特に1位の局の場合の格好だよってことは、えー、是非ともですねマスターというか知っといていただけると多分この応用数学 B を受けた人の、えー、大学院入試問題に対する流数の計算の精度が当社比33%上がると思います。 ので、えー、ぜひともですね、知、まあ、っといてください。はい、代入が楽になる、えー、方法でもあります。というわけで、よいしょ、流数計算ね、よいしょ、今後の、えー、役に立つ、ね、ヒントになるような方法をね紹介することだなあと思います。OK ケー。で、よいしょ。 まだ、えっとまあ、あと21分20、20分ぐらいありますので、お茶を飲みます。<laughs> ね、奥が深いね、流数計算ね、ねトナーカイ君もね、この流数計算覚えておいてね、えー、また来年度のオープンキャンパスでね、また流数定理出されるかもしれない,、ねはい。大関研究室ないし、田中研究室に行くとですね、オープンキャンパスで大学院入試問題を解かされるという、ねえー、ことがありますんで。 所属する学生の皆さんは、ぜひとも対策をしっかりしていただいて、所属していただけるとありがたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。え、来年度のオープンキャンパス、どんな企画やろうかね。もう来年度のこと考えて、夏なんですよ。7月ぐらいなんですけれども、オープンキャンパスね、また今年も、えー、誰が走るのか、わからないですけれども、えー、何をするのか、わからないですけどね。 年こそ星稜キャンパスで仲良くやるのか。ええ山田君、ひえーまた走る <laughs> 足つるぞ。<laughs> 頑張ってトレーニングしとけ。<laughs> あかんないよ。走らないかもしれないですからね。走る代わりにうさぎ飛びをするかもしれないですからね。<laughs> うさぎだけに。とか、ありえますんでね。山田さんに1票。別にあ,のあれですよ。勝ち馬投票権とか出さないですからね。はい。 最後に一緒、まあ、用意したものはあともう一つありまして、まあ、今回得られた無限じ定積表示で、まあ、もう少しだけ分かること、まあ、有名事実がありますので、まあ、最後にそれをやろうかなと思います。inz= 今無限定積表示しましたので k=1 の無限大 <laughs> 1イ k π 分の z2 乗っていうのがありましたね。 えー、こいつはちょっと、あ、ローランまで走るとか。<laughs> あの、別にフォローしろって意味じゃないんですけど、僕のツイッター、XQ ツイッターがありまして、で、それでね、先週、先週か、ついに行ったのよ、ローランに。<laughs> ついに中華料理屋、ローランに行ったんですよ。何言ってんの、このおっさんと思うかもしれないですけど、えっ、ー、と、去年、おととし、その、ね、レポート問題で応用数学 A で、 ローラン急数展開の問題を出すときに、問題の文章に中華料理屋ローランっていうのがあったんですよ。あ、なるほど、ローラン急数展開だからローランなのねっていうふうにしてたら、なんとですね、後で発覚したのは、仙台の青葉通り一番町駅から北にワンブロック行ってあの、ディズニーストアあるじゃないですかで。そのディズニーストアの並びにスキヤあるでしょ。でそのスキヤの,あの通りのところにヒュイって入って、ちょろっと行くと、本当にあるんですよ。中華料理屋ローランが。マジで。<laughs> で、先週、写真撮りに行きました <laughs>。食ってはいません <laughs>。ごめんなさい <laughs>。あの、夕飯食った後に乗りに行ったので、酒な飲んで、白いもの飲んで、白いもの食って、白いもの飲んで、白いもの食って、白いもの飲んで、あの、しかもね <laughs>、最近さ、 一端歩けねえなと思ったんですけど、まあ、当然仙台は東北大学の、ね、お膝元でございますので東北大学の学生さんがアルバイトをしてるっていのはよく分かります飲食店街でアルバイトをしてるともよく分かります皆さんのおかげで飲食店が成り立ってるってのもよく分かりますだけどねまさかさ柿を食って、あのー、なんだっけあれ日本酒日本酒を飲んでいてああいい気分って言ってねですんげえ楽しく喋ってて、ね、そしたら聞こえるわけですよ情報科学研究科ですか。 ドキ <laughs> 大学院情報科研究科ですかは,はいでなんかあの大学院生っぽい風亭の方が「あそうなんですね。小関先生ですよね <laughs>」って言われて「<laughs> まあはい」と。まあ別にあのいやましいことも全然なく普通にあの飲んであの大きな声で喋ってたぐらいだったんで「あのあすいません」みたいな感じだったんですけど「いや見つかっちゃってね」 この前、工学部の,あの一番1号館のところを歩いてたら、キャーって言われて、キャーって何と思ったら、YouTube 先生だって言われたんですけどね。俺の名前は大関正幸だと思うんですけど、まあ。そういうこともあるんで、もうなんかそこら辺歩くのでやべえなと思ったんですけど、まあ、先週はローランに行きました。写真だけ撮ってきました、ね。皆さんもぜひあの、大学院入試受ける前に、ローラン級数展開の点数が欲しい場合にはですね、願掛けのために、中華料理屋ローランに行って、ご飯食べて、えー、試験に会場に行くとい。 なと思いますでちなみにあの関係者に言っときますけれども今晩の夕飯は中華料理やローランになる可能性がありますので、えー、もしもですねそこでローランで、えー、大関先生に会いましたら微笑ましい顔をしてですねどうもっつってあの去っていたと思いますはい新唐唐受け付けますんではい <laughs> な,なんでアイアンピングーさん笑ってんねん <laughs> お前か <laughs> 横島ちゃん、X に白いものいっぱい載ってます。そう、最近本当にねあの、法則見つけまして、私は夕飯でも昼飯でも白いものをよく食っているってことが分かりましたんでね、本当なんだっていうことをね、確認しておりますけどもね、はい、まさかのローラン推しでございます。で、えー、こいつですね、この式をですね、ちょっくらですね、いじり倒します。ログを取ります。 ログを取るとサイン z になりましてログ z プラス無限定積表示ってすげえ便利なんですけどログを取ると和になります知っとるかなって話ですけど偶数,数になるんですよねだからログの1引く kπ の z の2乗ってこんな感じどぶろクかいいや日本酒です日本酒の香川のお酒だっけ香川のお酒さぬきのお酒で白い濁っているやつがあってすっげえうまかったです で、えっと、こんな風に対数をします。で、対数取ったらまた微分してください。対数微分ですよ。好きな言葉は対数微分です。えー、sinz 分の微分して c o s z 出てきたよ。アンジェント分の1。z 分の1です。プラス、a イコール1の無限大の、これを微分します。1-1 z 二乗の kπ の二乗分の微分しますと -2z で分母は kπ の二乗だねっていう綺麗な式なですねでそうしますと、えー、あんまり普段使わないと思いますけどタンジェント分の1ってのはコタンジェントって言いますタンジェント分の1のことをコタンジェントって言いますもうね学習過程的には全然普段言わなくなっちゃいましたけどコタンジェント がタンンジェント分の1の1ことです僕は大学の先生がコタンジェントっていうのを自然に使うのはよくないと僕は思っていましてコタンジェント分の1とかコタンジェントとか普通に言い始めるんですよ。それがタンンジェント分の1だよっってて注意しながら言ってくれる人人はいい人ですだけどそれを注意しないで言ってくれる人はちょっとって声をかけてあげて <laughs> 知らないよねコセックとか知らないでしょコセックコタンジェントとか知らないでしょ僕の世代よりも 新しい人たちは絶対知らないと思います。あの聞いたことはあるかもしれないです覚えるほどはやってないと思います。で、えー、とそれは置いといて、z 分の1プラス 2z の k イコール1の無限大 z、z2 乗引く kπ の2乗っていう形で、えー、分数の和で、やっぱりコタンジェント、書くことができます。だから、ね、タンジェント分の1っていうのはこういうふうに書けるよ。 z が0、z が kπ のところで無限大に発散するよっていう性質を捉えた級数になっております。まあ、こんな書き方もできますね。で、えー、とこれを続けますと、なので、まあ、これを、ここまでが一つ。で、z 分の1、えー、プラス、よ k イコール1の無限大、ここ、因数分解できますよね。なので、部分分数分解できます。 なので、z プラス k パイ分の1、えー、プラス z 引く k パイ分の1っていうのもできます。まあ、通分してあげると分母一緒、えー、こっちやってあっちやって足し算すると 2z が残るってことで綺麗な、ね、因数分解、部分分数分解ができあと思います。 でさらにもうここねあの趣味だろって感じですけど昔の人って本当にこんなことよくやってたなと思うんですけど微分するんですよさらに。タンジェント分の1をつまりサイン z 分の cosz をさらにもう1回微分するんですね。でそうすると分母の2乗のですね、えー、微分をしてくださいマイナスサイン2乗 z マイナスコサイン2乗 z ってなるわけですよ。 で、右辺はマイナス z2 乗分の1で、プラスの a イコール1から無限大、級数計算してください。えー、そうすると、うん、z プラス kπ の2乗分のマイナス1、えー、プラス z 引く k の、z 引く kπ の、kπ の2乗分のマイナス1。とじかっこ。っ <laughs> てなりますので、左辺は、 分子のとこが1、マイナス1になりますので、えー、マイナスとかを取っ払うと、sinz の2乗分の1イコールってまたね、変な級数作ることができるのよ。もうここら辺の時代に生きていた数学者は、もう級数計算しまくりでございますよ。足し算しまくりでございますよ。z2 乗分の1、マイナス取っ払え、プラス A イコール1から無限大の z プラス kπ の2乗分の1。 えー、プラス z 引く kπ の2乗分の1っていうことで何かよし数列の2乗分の1っていうものを足して何か計算するのに便利な計算式ができたというわけです。A イコール1から無限。バーゼル問題とか聞いたことあると思います。 この二乗分の1っていうものを足し算しまくると、何になりますかってやつなんですね。でこれ、z ットイコールゼロとか代入すると、k 二乗分の1計二乗分の一がもろ出しされて、それが全部、ね、代入される。z ットゼロ。いきなり代入すると、発散しちゃうよねってことで、違う二分の一とか代入してあげるとか、いろいろな計算の仕方あるんですけれども、まあ、こんな級数の式が出てきたりします。 で、最後のおまけ、おまけだらけです。よしよしよし。いや、まさか余ると思わなかったからね z。z イコール iπ を代入してください。iπ を代入。コタンジェント分の1。そうすると、コタンジェントだから、コサインとサインを両方計算します。まず、コサイン iπ。コサイン iπ って何ですかっつうと、ハイパボリックコサインの π です。 覚えてるえー、コサインの z って何ですかっていうと、2分、e、の 1e の z,iz ですね、プラス。マイナス iz。でした。で、ハイパボリックコサインって何ですかっていうと、2分の 1e の i がない、プラス e のマイナス z。で、えっ、ー、と、i n iπ っておいくつですかっていうと、実は i サインハイパボリックパイ π です。 なんで忘れちゃった ?sinz=2i 分の 1e の iz-e のマイナス -iz でしたよね。今何してっかっつうと復習だよ。これ絶対みんな忘れてっから。で、ハイパボリックサインの z って何ですかっつったら、虚数なくせ e の z 引く e の -z です。で、ここに、ここに、 はい、ここに iπ って入れなっつったらマイナスだマイナスがプラスかプラス π だってなってここと比較してごらんなさいよってわけです。でそうすると i が出てくるよね余計に分母に i はあるけど、えーね、こっちのハイパボリックにはないよねということを利用してください。<laughs> でそうすると sin 分の c o s ンでマイナス i のハイパボリックコタンジェント イはイコール iπ 分の1いく 2iπ z に iπ 入れてますで k イコール1から無限大で π2 乗 k2 乗プラス1分の1っていうのが出てきます iπ を代入してあげておりますでそうすると、えっと、マイナス i いらないよねっつって分、えっと、左辺右辺に両方にあります でえっと I、を左からかけててあげてくださいそうすると π 分の1プラス π 分の 2k イコール1から無限大で k2 乗プラス1分の1っていうのが出てきます。だから2乗したものプラス1分の1をは取るとハイパボリックコタンジェントで書くことができますぜっていう謎の公式を生み出すことができます。 でみんなにはこれを覚えてほしいとか、導出方法を、なんだろう、覚えてほしいっていうわけではないです。ただ、もしも人生の中で、9数の計算とか、積の計算とかをしたいっていう時が絶対来るんですね。で、その時に、こういう計算したなっていう、どこで、応用数学 B でやったなって、それだけ覚えておいてください。ずっとアーカイブに残しとくんで、まあ、YouTube が Google が潰れたら分かんないですけどね。 その時には全部あのダウンロードしといてありますので、それをね、あの東北大学のサーバーでバーって流せばいいので、あの一応基本的にはできる限り永久保存しておきますけど、何でどこで習ったか、それだけは覚えておいてください。何を学んだかなんて忘れます。それでいいんです。けど、先生があんなこと言ってたなっていうことは心に刻んどいてください。 そそれがいいつもそばにいる先生の役目だと思いますだから僕は雑談をしまくったのは何でかっていうといろいろと記憶に残るエピソードを言ってたよね。でそしたらそれをリンク付けて、ね、なんか紐付けて記憶を呼び起こすような。 まあ、仕草になってるわけですよ。仕掛けになってるわけですよ。ね、玉川を渡っていたら、なんかしんないけれども、1個下の後輩の女の子からメールが来て、突然告白されて、うん、付き合いましょうって言ってで、そしたら2週間後に別れるとかね、そういう強烈な人生を送ってるわけですよ、ね。で、そのエピソードを玉川ね、もしも渡る人がいたら思い出してください。もしも振られたら、あ大関先生もそういうふうな、えーね、よくわかんない恋愛をして、振られたことがあるんだな、くよくよすることないなっつって、元気よく生きてください。そういうために雑談しております。何の話だ 2分の π のハイパボリックコタンジェントの π マイナス1これを計算すれば k2 乗プラス1分の1というものを無限に足した場合の式ね計算ことができます。というわけで応用数学 b で伝えたいことは1を。 えかなうん、いろんな計算もね、最後できましたけれども、まあ、無限定積表示やってで、いろんな級数をね、ここから、まあ、昔の人たちは本当にね、あの時間があったんでしょうね、えー。いろいろこんな計算しております。興味がある方はね、無限定積表示とか、えー、関数の因数分解定理とか。 バイエル・シュトラスの因数分解定理とか、えー、そこら辺を調べるとウェブでね、えー、そういうページもありますし、えー、本書籍で、えー、そういったものを取り扱っているものがあります。すっげえマニアックにとにかく9数がめちゃくちゃ書いてある本とかもあったりします。まあ、そういうのをねいつか計算する時に役に立つ時が来ます。 えー、例えばさだってよくよく考えてみな皆さんのコンピューターで円周率をさ Python とかで何 π ドット π とか書くわけですよ円周率計算するためにでそしたら3.14ほ,ほにほにほにあってもちろん計算もうでにできてるのでそれを定数として覚えていてでそれを読み出すっていう方が早いんですけどじゃあ一番最初にそれを計算した方法は何なんですかっつったらやっぱり例えば。 ね、えビエトの公式を使ったとかウォリスの公式を使ったとかでもその2つはすごい収束が遅いですのでもっと収束が早い円周率を無限定積で書くとか何かしらの級数で書く方法を作ってきた人たちがいただからコンピューターの力を借りてその無限に続く計算を方分、ドゥーワイル分でくる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 回して今は僕らは算術として、えー、正確な値を求めることができています。 であればその給数、収束が早くって何か値を出すような給数を出していくっていう研究も重要だし、コンピューターそのものの加速、早くするっていう研究も重要だよね。だから数学を知っていることも偉いし、その数学を利用して新しい計算に挑む、そのための武器としてコンピューターを開発する、コンピューターのアルゴリズムを考えるっていう研究、どれも大事です。 で皆さんは、うん、電気情報物理工学科の所属の方が多いと思いますけれども、まあ、そういう方々はそれれれのどかかに関わるる研究をこれからすすはずですなので、えー、誰が偉いとか誰がすごいとかじゃないです自分ももちろんすごいしみんなで一緒に頑張って人類の研究レベル人類の文化レベルその理解のレベルを超えるために、えー、持ち上げるために日々みんなで努力をすればいいなと思います。 なので、えーね、あのもちろんテストの点数とか、大学院入試とかなんか競争みたいなことももちろんあるんですけれども、これから先の勉強は、まあ、一人で努力する人ももちろんいる。僕もそうでした。友達あんまりいなかったんで、引きこもりだったんで、それでもいいんです。けれども、絶対に研究発表とか、人前に出て発表するときはあります。そのときには、素直になって、えー、自分の言葉を尽くして、表現したいことを尽くして、みんなに分かるように伝えてください。 そうしたときに僕こういうことを知ってるよ。っていう問いかけがきっとあります。で、その語りかけ問いかけに対して答えてあげて、一緒にもう文化レベルを引き上げる仲間だということ。研究活動勉強活動っていうのは続けてほしいなと思います。まあ、2年生にはね。まだあの研究士所属っていうのはちょっと遠いことかもしれないですけども。もまあ、3年生4年生ってなるにつれて、だんだんと皆さんも研究者として。 もしくは企業の研究をするとしてもそういう僕ら理系工学系の人間として人類に貢献するチャンス武器考え方ができる人間でございますのである種その責務を果たすべく勉強は続けてほしいしもしもつらいことがあって勉強できないなっていう時には休んでほしい何かやるきっかけにつかめるとする何かが欲しいんであればまあ雑談でも聞いてください <laughs> というわけで、えー、私は引き続き 応用数学 B に限らずですね、えー、YouTube でこうやって授業し続けますんで、もしも寂しいことがありましたら、また来て、えー、いただければ嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、えー、12時に早いことになりますので、今日の授業はこの辺で、えー、終了したいと思います。15回ですね、応用数学 B、東北大学工学部の応用数学 B、2023年度。 無事終えることができました。どうもありがとうございます。えー、皆さんがね、あの視聴していただいて、えー、参加していただいたからあずっと続きました。途中では風邪をひいて、咳が出て、えー、インフルエンザだったかコロナだったか、ね、かかってですね、えー、熱の状態で出たりもしましたけど、皆さんには映すことなくオンラインながらできましたんでね。はいまあ、というわけで、えー、またお会いする、来年度以降かな、お会いすることを楽しみにしております。で、ちなみに、明日金曜日の夕方5時から、 えー、公開伴奏型生配信授業ね、量子コンピューターの使い方をみんなで学ぼう、フォンタムコンピューティングフォーユーザ・セカンドチャンスというのが開催されます。準備がまだできてません <laughs> ので、えー、今から準備頑張りますけれども、今からは頑張れねえな、えー、授業してからですけれども、頑張りますけれども、えー、それよりもね、えーまあ、期末レポート、期末試験でお忙しい中だとは思いますけれども、ぜひともですね、参加していただけると、えー、個人的には嬉しいし、えー、皆さんの 学びのチャンスになるかと思いますので、ぜひとも参加していただければと思います。えー、アイアンピングスさんありがとうございます。北海道さんお疲れ様でした。D プライムさんも全15回の講義お疲れ様でした。いや、皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございます。えー、伴奏方ありがとうございました。<laughs> 山田くんもありがとうございました。お疲れ様でございます。それでは、またね。バッファファー